てしない海に旅立つよ。君への想い青空まで届け。ここさ東の国からやってきたんだ。今日は冗談、明日はくじくり、くり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 、ももくりさんが書き始め、最高の年とさらにしそう。おいらに涙いやらない、君の笑顔が大大大大大好きさ。ビーチサンダルロックライル、サンダルロックライル、おいらはどこでもサンダルだ。
あとビーチサンダルロックンロールって言ってね、あの岡サーファーって昔言ったんだけど、今若い人たちには通じないかもしれないですけど、まあ岡サーファーの曲でした。でここでね、ちょっと今日はカバーを1曲入れようと思っています。ただね、こう CD とか音源最近聞いてないんで、こんな曲だったかなって感じで、まあアレンジは結構変えちゃってます。じゃあ吉田拓郎のマーク2って曲です。聴いてください。さよならが言えないんで、どこまでも歩いたね。街明かりさえ消えて、足音が寂しいよ。わかってくれる、ただ一人の話したくないのに、冷たいこの世界。見つめたら泣いていた、愛しい君だった。悲しみをこらえてる、傷ついた若い恋。また会う時は大人になるだろう。別れたくないのに、この世界。また会う時は大人になっているだろう。別れたくないのに、冷たいこの世界。年老いた男が川を見つめて、時の流れを知る日が来るだろうか。なんか吉田拓郎ももう辞めちゃって、陽水も出なくなって、あといろんな人が亡くなって、なんかいろんなトリビューバンドってなんかなんだろうと思いながら、その人をなんか懐かしんで作ってる。まあこの間洋楽系だったらジェフ・ベックのトリビューバンドすごいなとか思いながら、まあそう言いながら、この反応でも亡くなった人もいて、みんなでそういう、まあ、懐かしんでそういう音楽をするっていう、その人がやった音楽はみんな覚えてるっていう、まあすごいことだなと思いました。で自分の曲に戻ります。季節柄も夏が近いんで、南風に乗ってです。聴いてください。
南風は強く流れの速い気まぐれ雲が空を吹き飛ばす沿岸線の道を「ちっぽけな俺を見下ろす」「道の右側には江ノ電が走る」声が聞こえる「そんな時に君を思う」「左手で長い髪をかき上げ」どこか悲しそう、 うわ、 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 うわ、
変な天気が続いてなんか体調を崩してる人が多いと思うんですが、まあね、なんか、まあ、去年1年間ほとんどやらないで、まずエネルギーがないと音楽はできない。あと体調、日頃からこう仕事をして週末ライブだとしたらこう喉とかいろんなことをキープするのって結構気使ってないとできないっていうことになんか今更ながら気づいた今年でした。でなんかね、もうこんな感じでやっていくしかないのかなとか思いながら、もう本当は去年やめちゃおうと思ったんだけど、まあもう何でもいいやとか思いながらもう一回やることに決めました。そう、ありがとうございます。それでまあ、前も言いましたけど2009年に、まあ、あまりこう社会に適応してないタイプなんで、2009年にこう会社の上司に追い込まれて作った曲「ギリギリ009」聴いてください。
ギリギリとても苦しいぜ。Oh no, oh no, oh no。 ギリ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 とても楽しいぜ。Oh yeah, oh yeah, oh yeah。ありがとうございました。でここでもう最後の曲ですね。まあこう一回やっちゃったらね、こうやんないわけにいかなくなってきちゃって。もうね恥ずかしい。まあこうなんかやっぱちょっと変態っぽい感じがしちゃうんで。で次はねバブルの香りのする女って言うんですけど。なぜかでも自分はこのバブルの頃にこう良かった女の人をイメージして作ったんですが、一部の人はねなんかソープランドの女の人だと思ってる人が多くて、まあそう言われれば石鹸の香りなのかなとか思っちゃったりする自分が嫌なんだけど、まあ何でもいいやと思って歌います。じゃあバブルの香りのする女です。バブルの香りのする女、バブルの香りのする女、バブルの香りのする女、オーヤThank you.
バルの香りのする女、バルの香りのする女。どうもこんにちは、正直さじまでございます。今日はね、お客さん入れてっていうことなんでね、気合い入れてこれ来ましたけど、配信を見てらっしゃる皆さん、こんばんは、正直さじまでございます。別にやらしいわけじゃないよね。これやらしさを感じる人はちょっとおかしいよね。光ってる、光ってる。あ、まあ、コロナがね、5類になったということで、お客さんを入れてできるっていうね、コロナでみんな生活変わったっていう人結構いるみたいですけどね、趣味とかね、習い事を始める方が結構いらっしゃったみたいで、皆さんはなんかコロナの間に始めましたか？ね、せっかくお客さんいるんだから、こうちょっと話しかけたら答えてほしいな。私はね、コロナ3年間あったじゃないですか。で、まあ、2年目の時にかかってしまいましてね。で、まあ、私は年に5曲目標に曲を作ってるんですけど、なかなか5曲はいかず、で初めてコロナの時にね、コロナになった時に5曲ぐらいはちょっとできたかな。まあ、そういった意味でいいですね。あと健康管理ね、あと畑ね、もう飲みに行かなくなったから家飲みが増えちゃってね、もう空き瓶空き缶を処分するのが大変で、もう1ヶ月1回じゃちょっと足りないよっていうような感じでしたけども、まあそんなわけで、今日もよろしくお願いします。花瓶に刺したままの青いバラ。
虫が喉を詰まらせています。待つという糸を手繰ってもあなたは来ないのか。触れ合ったぬくもりは色褪せ薄れてしまった。思い出詰め込んだカバンが肩で揺れています。いつからかどこか狂って回る時計の針。つけてみたら、まあ大したことないなと思いながらも歌ってみると、あ、やっぱりいいかなってね。この待つという糸を手繰ってもあなたは来ないとかね、泣き虫が喉を詰まらせているとか、まあこんな歌詞が入ってくるんですけどね、もっといいとこなんだよねこれ、あ、そうそうそう、楽しい日々ではなかったけれどね、ただあなたの幸せを感じていたかったっていう、ね、別れるとか別れないとか、まあそんな話なんですけどね、ということでね、忘れてます。あ、そうそうそう、これね、最後のところで思い出したくないけど心が求めていますって、あなたを忘れられないっていうところ最後なんですけどね、ここ心にしたところが良かったなと思ってね、体にしちゃったらね今日は本当体で行きたかったんだけど、まあ、それもちょっと露骨だなと思って心にしてね、そういう、あの、いつも MC で何を言おうかななんて思ってね考えるんですけど、なかなか思ったように言えたことはないんですよね、皆さんこうピシッと MC は言おうとしたことを言えてるんでしょ。小暮さんにトップバッターやってもらって、もう一生懸命盛り上げてもらったのにこんなに盛り下がっちゃってまあもともと暗い歌が多いですからね
次の曲はですね、私の知り合いが、ちょっとがんになってしまいましてね、私もがんで胃をちょっと3分の2ほど取ったんですけども、まあ今はね、がんだからってそんなに恐れることもないなっていう感じですけども、でもなんか、ちょっとね、もう10年も20年も前だったらもうこれで終わってんのかななんて思ったら人生観変わってくるんですよね。でそのこの詩を書いて、その方がね詩を書いてくれて、ジョイさんこれ曲つけてくれないかなっていう、曲なんですけどね、思いという、私真剣ですからね受け狙いではないんですけどね、まあ、ちょっとすいません、じゃあ歌のとこからいきたいと思います。いつも違うんだよ、だから違うんだよ、だからいきますよ。いつもと違う気持ちで家を出た、桜もすっかり散り、冷たい雨が降っていた。思えば2年前の春もベッドの中、自分の歩んで考える時間も大切だろう。いつも優しく笑顔でいてくれる、あなたと出会って5年、楽しい日々がよみがえる。そばにいてくれて本当にありがとう。幸せ
なんだ。お客さんがいるってこんなにいいことだったんだっけっていう感じ、もういいな、また身内が盛り上げてくれるとか、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ここからはですね、ちょっとお気を使っていきたいと思いますけど、3曲続けていきたいと思います、まずはですね、あ、ではすいません、お願いします。YouTube でね、私の中のベスト3、3曲の3位、2位、1位ですね、よろしくお願いします。生きてる証し、
ありがとうございます。生きてる私。続きましてね、これもう随分前に作った曲なんですけど、青い夜
配信の時は多分カットされてる。今日どうもありがとうございました。ジョージ北根尾でした。ずっとそばにいて聞いてください。腕の鳴る秋の風、長袖が欲しくなる。あなたと買ったお気に入りのシャツを着てみたの。2年が過ぎたのにこの部屋、あの日のまま。君に会えてよかった。あなたの言葉が嬉しかった。もうこれ以上涙を流しても悲しみが心に染み入る。好きならどうもないわ。知らない場所に行って一人になったあの日から、幾度となく乗り越えてきた悲しみに飲めないお酒飲んだの。涙も枯れて眠れないよ。欲しくなる。もう少し一緒にいて、あなたの最後の言葉繰り返す。もうこれ以上苦しめないで、悲しみが体に染み入る。もうないわ。よろしく。ありがとうございました。
りっこです、よろしくお願いします。あ、頑張れ頑張れ、大丈夫、毎日頑張ってる、一生懸命。じゃあ行きますか、はい、もう行く、今日あれじゃないの、今日は全問、全問正解じゃない、全問正解じゃない、いきなり正解言っちゃった、なんだっけ、推し、え、ん、あ、今日の、今日のテーマ、あ、今日、あの、毎回テーマがあるんです、チーム一人っ子、前回はなんかニュアーっとしたテーマね、そう、あのニュアーっとしたテーマなんですけど、前回はアニソン、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 そうそう、アニソン、ボカロ系、ボカロ系で、今回はアンニュイな音を好む人たちの曲、あ、そう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 、どんな曲だいね、うん、やってで、さらに、今日題名も曲名も、あれ、題名も曲名一緒だよね、うん、そうだね、うん、何歌ってる人と何歌手、歌手と曲名は言わないことにしたんだね、あ、そう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 、それで、それで皆さんに、あの、気になったら検索してもらおう、そうで、チャンネルチャットなりなんなり、あ、足でやっちゃったすいません、あ、そう、あの、配信の皆さん、チャットなりなんなりで、チャットとか正解をね、そう、あと SNS とかで分かった人は、はい、全問正解したらチーム一人っ子からなんか素敵なプレゼントを、はい、先着3名ぐらい、3名ぐらい大きく出たね、私の方がケチだったの、1名、1名か、1名か、3名でいいよ、3名でいいよ、中考えよう、人の有利ですね、そう、そうですね、あの、あの、来てる方はね、SNS か、ここはあの、シェリーです、で、安野です、どっちかに、あの、はい、ツイッターでも、インスタでも、フェイスブックでも、ね、はい、答えを、全部、あの、全部合わなきゃダメなんだよ、順番1、2、3、4、そうそう、セットリストが、1番目が誰々の何の曲、2番目が誰々の何の曲、ふにゃふにゃふにゃっていう5つの曲をね、はい、当ててもらった人に、はい、素敵なプレゼントを粗品を、ね、用意しようっていう話になって、多分もう1曲分ぐらい時間使っちゃった、そうだねじゃあやるか、やるか、やるか、最初はじゃあね、シェリネーか、シェリネーの曲から、はい、シェリネーの曲ねシェリネーの曲ね、うん、輝きを探して
してないけど、梅雨がジメジメでね、え、合ってる？日本語、うん、梅雨がジメジメだよね。梅雨がジメジメだけどね、嫌だよね、イラッとするよね。まあ、そんな時にアンニュイな音たちはちょうどいいのかなと思って。そうね、確かにね。多分あの一部の人は出たアンニュイ、あいつの大好きなアンニュイって言ってる人がちらほらいるんだろうなと。でもアンニュイなのがね、意外と良かったりとかするからね。ね、ここの意外と共通点だったりするよね。うん、比較的アンニュイなの好きよね。うん、アンニュイって何って言われるとちょっと説明しづらいけど、ググってみて。難しいのよ。難しいのよ。なんかこう、ね、やろうか。はい、次の曲は何でしょうか。歩いたハイウェイの上を、この道の先
誰の曲なんでしょうね。ね。ハードだよね。これでもなんかの主題歌になってるらしいですよ。うんうん。ね、あそうそう結構ね。あ一曲二曲は違うけどそれ以外はね意外と主題歌で使ってたりとか。うん。挿入歌で使ってたりとかっていう形の曲が多いので探しやすいかな。ね。あとほら探してください探してください。あとほらなんだっけ。Google のなんか今この曲流れてるよ機能みたいなのあるじゃん、うん、あれをこうやってやっててもし我々の音とか音程とかがおかしくなければ正しい正しい曲名が出るかもしれない。そうねっていうのはあるよね。そうよくね私のスマホもそうなんだけどショッピングセンターとか行くでしょで BG かかってるじゃん。でそうするとあ今あこの曲なんか誰ブルース・スプリングスティンっぽい声がすると思って見ると曲が出たりするちょっと今いいですよね機能がね意外とね。私の名前は安野です、うん、Google Pixel を使っていますっていうキムの方がたくさんついてるからさ意外と最近写真撮ってもね、うん、いらない人はちょっとあ消しもこむマジックで消してみたりとかフワちゃんとかがやってる ね、あとでみんなで集合写真撮りましょうこのタイミングでそれ言うかっていや今のうち今のうちうちのステージの時に言っとかないといけないからねそうそうちょっと写ってたら困るようなものがあると消せるかも了解了解なんであそこら辺にしたんだろうね今ね ね謎だわじゃあ行ってみますか次の曲、はい、3曲目でございますちょっとまた雰囲気が変わる感じの曲になっております。大丈夫かな？You're my only way out. Do you really want?
よだれ垂らすな。いや、たまに私も出るけど、ね、出るけど、ね、はい、はい、今の歌は、一応ね、ヒントだけね、言っとこうかね、はいはい、アニメだね。そうだね、はいはい、アニメ大好きなんですよ、彼女、はい、ね、アニオタなんです。ちょっとアニオタなんです。私もちょっぴり、ちょっぴりだけ、まあ、10分の1にも満たない程度にね。いやいやいや、まあ、見に行こうかなと思ってる映画はいくつかあるよね。ですよね、夏はね、ええ、ですよね。同じようなもの見ても、ね、多分とりあえずハイキューは絶対行く。ハイキューじゃない、ハイキューだけど、ハイキューというか、あのね、行く。うん、そうそう、ハイキューと、あと私は UFO かな。あ、そっちか。小がな、まあいいや。その話になるとまた何かね。そう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 なの。あの、ここはほらカラオケボックスの、はい、でのね、大体6時間ぐらいだらっといるカラオケボックスでのをイーストコートで再現そうしていいのかなっていう話。そう、カラオケボックスで練習してるんですよ今。あのカラオケボックスって線つなげる、線っていうな、線っていうな、線でいいよ。あのシールドとかつなげたりとかするんで、カラオケボックスのフリータイムを使ってね。そうそう、そうするともう6から8時間ぐらいいるんだよね。大体大体6時間ぐらいいて、でもね、カラオケ歌うのは稀だよね、その時は。そう、それで練習2時間と喋り4時間って感じ。喋り4時間よくご飯もちょいちょい食べない、ちょいちょい食べつつ、でもあの食品持ってきていいよみたいなところだと、あ、もうおつまみちょっと頼んで、あと大抵お互い持ち寄ったお菓子で、お菓子だよね、うん、を食べつつ歌いつつ食べつつ喋りつつ食べつつ喋りつつみたいな。ね、よく尽きねえなと思う。歌はっていうやべえやべえ時間で早くやんなきゃみたいな感じになるね。そうだよね、ね、週一でよくそれだけ喋れるなっていう。そんなものをイーストコートで再現、曲だけ再現する感じですかね。そうです、あのこれ喋りだしたと、もうあのドイヤさんもできない、次そうできなくなっちゃう、できなくなっちゃう、ね、さあ行こうか、行かないと。そうね、もうドイヤさん今日早く早くからそう来てる、今日一番乗りだったね。そうです、あ、一番乗りはうちだった。あ、そう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 、そう今日はもうちょっと豪華キャストすぎてね、そうドキドキしながら、ね、ドキドキしながらね、もうあのバブルの香りも聞けたし、 あデイドリッパーやると思ったら違う曲でちょっとドキドキしてみたりとかね。それであのうもう衣装がちょっと素敵なジョージ、あー、ね、たまらないね。ちょっとなんかあの色気ダダ漏れ状態な感じでね。あ、ダダ漏れだった。ダダ漏れ、ちょっとムンムンしてるなって思ったんだけど、ダダ漏れ、ちょっと表現はいろいろだね。ダダ漏れとかムンムンとかプンプンとかモワモワとかあるんだね、いろいろね。からの、あのきっと今あのジョージさんから視聴率がドーンと下がっているであろう我ら一人っ子の、あとはあのドイヤさんから、そう、ね、爽やかに最後、そうそうそう、あの和んでいただいて、はい、と思います。あと2曲ぐらいちょっとお付き合いでね、はい、でいい、いいよいいよ、よしよくしゃべって、よし行ってみましょうか。シャーター落とす音が響く夜明け前、待ち構えたようにカラスが鳴く、目を閉じるように街灯が消えて、口を開けるように朝日
これからでございます、はい、またどこかでお会いできればと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、何あそうそうそう、ね、そうそうそう忘れてたそうよそうよできるかなできるかなできるかな本当にご冥福をお祈り申し上げますもう亡くなっちゃったんだよ ね, ねうんのっぽさんのっぽさんねねねオッケー、はい、ということで、最後の曲でございます、安野ちゃんが、いいよ言わなくて恥ずかしい薄く多分音が入ってると思うので、ね、そこら辺も見ものでございます配信の方たちもどこに聞こえてるのって思いながらちょっと見ていただければと思いますねこれすぐ歌うの大変だねそうだよ大変だけどね次はドイヤンさんの、はい、ドイヤンさんのステージになりますが皆さんチャンネルはそのままであ、みんなチャンネルって言うよねチャンネルチャンネルみんなこうやってチャンネルだからもう数年やっててここに何も出ねえって分かってるのにみんなこうやる、はい、余計なこと言っちゃったじゃあ、チームひとりこ最後の曲でございますありがとうございましたありがとうございましたまたどこかでお会いしましょう
安野。ありがとうございます。ありがとうございました。次はドイアンさんだよ。どうもこんにちは今日の、ね、にぎやかなライブ、最後、ドイアンです。今日はね、あの有観客ライブということでね、まあ、なんかやっぱりいいですよね。なんかライブ、なんかコロナまだ続いてるんですけど、やっぱりライブってのはこういう感じかな。トップバッターのね、小暮さんもうね、ポップでロックでこうジャンプもあってね、もうやっぱその見るのがやっぱ生で見るのはやっぱいいですよね生がいいで、2番手、ね、もうジョージさん、もうアダルトなラブソングでね、もうボーカルも本当素晴らしいですよね。もうあとステージ衣装ね、すいません僕はあのポロシャツなんですけど本当に素晴らしいステージ衣装でね、もう本当にもう半ばプロのような感じでね、楽しませていただきました。で、3番目、チーム一人っ子はね、もうアンニュイなステージとアンニュイな曲か、アンニュイな曲の数々と、もう楽しあと MC がいいですよねなんか本当やっぱりそういうのって本当にこう生で、まあ、もちろんあの動画でも楽しめるんだけど、やっぱ生でねこうやって息遣い聞きながらやるってのは本当楽しいなと思ってね、またこういうのがどんどんね増えてくればいいなと思ってます。ということで私は最後、私はいつも通りね、オリジナルやるんですけど、聴いてくれる人がちょっとだけねほっこりとしてもらえるような、曲を頑張って、目指して演奏しようと思います。あと30分どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。テイクアブレイク、ひと休みという曲を聴いていただきました。まあ、サラリーマンやっててね、まあ、仕事でコン詰めてがあと休み取らずに仕事してもうまくいかないんだけど、意外にちょっとね半日とか一日休むとひゅっとこううまくいったりするっていうことでね、やっぱ休むってなんか結構大事かなってね、痛感して、ちょっとそんな感じのことを曲にしました。次はね、今街角ピアノっていうのが結構世間的に結構流行というか流行っていて、それは何かちょっと商店街とか駅とか空港とか地下街とかにねピアノを置いて、それで誰でも自由に弾いてくださいねっていう、そういう、イベントというか催しなんですね。でこれは要はその誰かがピアノ弾くとね、こうにぎわいができ、音楽がまず流れて、でにぎわいができてっていう、簡単なこうにぎわい作りというか手軽な、だから自治体とか商店街なんか結構やってたりしてね。で僕は10年ほど前に宮崎県に単身赴任していたんですけど、当時はまだそんな街角ピアノってなかったんだけど、宮崎は割と早くてね、中心街の繁華街に西立っていう商店街があって、そこにねピアノが置いてあって、中古のピアノでね青い塗装を塗って虹の絵かなんか書いてあったんですけど、それでそこで誰でも弾いていいって言うんでね、昼間おばあちゃんとか子供さんとかあと学生さんなんか弾いたりしてね、でやっぱ上手い人が弾くとね人だかり確かにできるんですね。でいい音楽流れて商店街にね、で夜はね24時間弾けるんですね。だから酒飲んでね酔っ払った若者がね弾いてねピアノ弾いて踊ってたりしてね、だからそこ通るたんびになんか音楽が流れていて、あ確かに面白いなーなんて思ってね、最近NHK もね街角ピアノっていう番組だったかな、なんかやってたりね、延々とそういう映像を流してるだけなんですけど、ということで、ちょっとそんな宮崎時代の、街角ピアノをちょっと思い出して昔歌を作りました。それをじゃあ次に聴いてください。青いピアノ。心も弾んできた。
ちがリズムに合わせてダンス始めたよ。音楽でみんな一つになれる。たとえほんのひとときでも小さな一歩を積み重ねれば何かが生まれると信じてる。新たな夢を紡ぎ始める。僕はもう一人じゃないから。明日もまた僕はピアノを弾く。新しい出会いきっとあるだろう。小さな一歩と小さな勇気、何かをこの手で掴みたい。新たな夢を紡ぎ始める。趣味で音楽をやってて、まああれですけどね、まあ、他にも会社とかでもその音楽やってる人いるんですけど、結構ね音楽以外にもね、あの演劇をやってるって人も意外に結構いるんですね。これでね、これ僕がいろんな仕事、社内とか会社内とか、あと仕事の取引先なんかでこう会った人で、まあ、そういう人もいるんですけどね。で僕の感覚で言うとね、音楽やってる人っていうのは割とこう仕事メインで、音楽はまあ趣味っていう感じが、まあ、当然。演劇やってる人はね、どっちかというとね、演劇メインでね、仕事サブみたいなね、人がどうも多いような気がするんですね。だから、まあ、社内なんかの、そう、社外なんかそうですけど、仕事はだから、アルバイトだったり、派遣だったりね、なんかそういう人がどうもなんか多い、まあ、これは僕の個人的な経験なんですけどね、感じがして。それで、その中でも僕、何人かそういう印象的な人がいて、10年ほど前にね、同じ職場に派遣社員の女性がいたんですね。で、この方は、もう結構いい年、中年の方だったんだけど、でその方はなんかその役者として舞台に出つつ、自分も演出家っていう肩書きを持ってて、それで海外の、ね、なんか演劇 の、 その大会で賞を取ったりとか、まあ、そこそこの、まあ、もちろんメジャーじゃないんだけど、そこそこの方だったらしいんですね。それで すごい仕事もできるしね、僕なんかちょっとおしゃべりしてる時に、正社員にならないのって言って聞いたら、要は結局その正社員になっちゃうと、なんかその公演、長期公演やったり海外出かけたりするっていう時にできなくなるので、もう私はずっと派遣とかアルバイトでやってるんですみたいなことを言ってて、なんかね、そのおしゃべりの中でその人がね、演劇っていうのは私にとってライフワークなんですってこうポッと言ったんですね。あ、ライフワーク、あ、なんかすごいな、かっこいいっていうかね、なんかその演劇で生きていくみたいなね、そういうのがもうひしひしと伝わってきて、すごい覚悟というかね、なんかすごくちょっと感動した覚えがあって、まあ、僕の周りでそんななんとかをライフワークなんていう人もいないしね、あ、かっこいいなと思って、まあ、その方が今もね、演劇続けられてるかどうかちょっと知らないんですけど、まあね、今も本当に続けてられてるといいかななんて思うんですけどね。でもなかなかね、やっぱ生活は大変だってことをやっぱおっしゃってましたけど、ということでちょっと演劇に生きる人たちのことをちょっとこう、モチーフにした歌を、聞いてください、スポットライト。つぶやくようにセリフ繰り返す。舞台初日まであと2週間。君の心は稽古場のままだね。リハーサルを終えたその夜、夢を語る君、いつの間にか
始めている。アルバイトで暮らしを支えて、劇団に通い続けてた。職場で僕と出会った時、オーディションに敗れて涙流していた。スポットライト浴びて、君は違う人になる。かりそめの物語、誰かの心の中、何かを刻むために。モノローグ、君の口から君の芝居を見たよ。ステージで輝きを放ち、拍手喝采に包まれる女優がいた。僕は今でも結婚式が、多い季節な、あの月なんて言われたりするんですけど、ちなみに私もバブル真っ盛りの6月に結婚したんですけどね、まあそれはどうでもいいんですけどねもう相当前ですね。で、あの音楽やってる方、僕らみたいにギター弾いて音楽やってる人っていうのは多分ね、あの友達の結婚式とか披露宴とか二次会とかでね、ちょっと賑やかしでね、
出し物でちょっとギター弾いて歌歌ってよなんて言われて、それでステージやるみたいなね、そういうご経験多分ね、あの皆さんおありだと思うんですよね。で僕もねそういうの2回ぐらいあるんですね。それでね実は3回ある予定だったんですね。それでね予定だったっていうのは、実は3回目はね半年ぐらい前に、ね、亡くなっちゃったんですね。結婚がちょっとねそいついろいろあってねキャンセルになって、 でもね実はそいつの時は僕は1年ぐらい前にね、なんか多分これは結婚するからお前ちょっと歌やってよって頼まれていて、これでその時に限って、その前の2回はちょっとカバー曲やってたんだけど、その時に限って僕ねオリジナル曲作ったんですね、ちょっと調子に乗って。それで、その後ね、まあ、そこがそいつがキャンセルになったんで、まあいいやと思ったんですけど、その後披露宴に呼ばれ、披露宴とか二次会に呼ばれることはあったんですけど、ギターやってって言われることはなくてね僕がその時作った曲はねちょっとこうお蔵入りしてしまったんですね。それでその後、まあ、20代30代ちょっと仕事忙しくてあんまり音楽やってなかったけど、まあ、40過ぎたあたりでまたちょっとねオリジナル曲とか作り始めた時に、ファイルからその時に作った曲が出てきて、もう捨てちゃおうかななんて思ったんですけど、もうベタベタの曲なんでね。だけどこう当時ね僕20代後半で思いっきりこき使われてて、めちゃめちゃ忙しい時期にねアパートでこうわーっと作って、で当時はカラオケボックスとかがなかったから、スタジオ行ってね音出ししてこう練習したりで、まあ、ちょっとこう曲作ったりなんて、そういうのやってたんですね。だからね多分1万円ぐらいお金かかってるんですね。だからなんかね忙しい時の時間とお金かけた曲捨てるか、僕大阪人なんでね、なんか特にねもったいないやろみたいな感じで、それでまあちょっとね、とはいえまあベタベタな曲なんですけど、まあそのままじゃ使えない、ちょっとだいぶね手直ししたりして、6月にねちょっとロイ用の歌として時々、やっております。ちょっとね披露宴で披露できなかった披露宴ソングっていう、ちょっとこういわくつきの曲なんですけどね、皆様披露宴にいるんじゃないかというふうに妄想しながらね聴いていただければと思います。では、2人という曲を聴いてください。Oh,
はい、どうもありがとうございます。失礼しました。はい、ということでじゃあ最後の曲をやろうと思います。本当ね、こういうお客さんとやり取りしながらっていうのは本当ライブの楽しみっていうか、ライブというかもっともっとね、本当広がっていくといいですよね。僕の曲はね、こんな感じで割とまったりした曲が多くてね、これでよく口の悪い音楽なんかのお前の曲はね、眠たくなるわってよく言われてね、寝てる人もいるんですけどね。それで、ということで最後はね、ちょっと賑やかな曲で、ちょっと皆さんね、目を覚ましていただいて、お帰りいただこうということで、ちょっと賑やかな曲で、僕はアリスが大好きなんですね。だからアリスの曲なんかを結構ね、イメージして、まあイメージというかパクるというかなんていうかね、真似したりとかそういうのもあったりするんですけど、今ね、で本当は7月にね、アリスのコンサート行く予定だったんだけど、谷村新司さんがね、ちょっと病気になっちゃってね、キャンセルになっちゃったんですね。今入院されてるんですね。だからなんとかね、もうチンペイさん元気になってほしいなと、まあ、ちょっとそんな願いも込めまして、最後は賑やかに歌っておろうと思います。野良犬という曲を聴いてください。ありがとうございました。ライブいいですね。
ありがとうございました。